さんこんにちは、ショリンジャンヌのしほです。はい、というわけで今回はね、4月21日は私の誕生日ということでね、所属しているテレビさんからプレゼントが届きました。ありがとうございます。ということで今回はそのね、開封動画です。はい、見てください。これかわいいでしょ。かわいいね、かわいい。ピンクでハートでしほ、ね、ちゃんが好きそうな感じですねというわけで、そうですね、軽さ的にはちょっと軽いんですけど、軽めだね、軽めなんで、ね、なんだろう、わかんないですよね、全然つけてないし、うん、うん、そうそうそう、ちょっと何かわかんないんで、うん、もう早速開けていきたいと思います。はい、楽しみだね、楽しみだね、この瞬間が楽しみだよね。だよね。なんだろう、なんだと思う？わからん、全然予想がつかない。バディさんがね、今男の方なので、そうなんです ね、 ね、全然予想がねつかないね。おー、なるほど、なるほど、なるほどまず一つ目がハンドクリームとかす、ね、すごい、え、すごいね、かわいい感じで、え、ジルじゃないこれ、ジルスチュアートじゃん。えー、やばー、ありがとうございます、ありがとうございますやばやばすごいじゃん。え、それ開けてみよっか、開けてみますか。え、使いたくない、使えないもん、もったいないってなったよね。すごい、でもせっかく入れたから使おうか。そうだね、せっかく入れたのか。え、やばくない、やばい、もう入れ物からして可愛い。可愛い。それは何だろう。ハンドクリーム？ハンドクリームと。うわ、可愛い。もったいないね。もったいないね。それは何だろう。え、何だろう。リップワームだってこれ。おお。開けてみようよ。せっかくだから。え、やばいね。うん、可愛いやつじゃん。可愛いやつだ。うん、ミニホーサーも開いたらよしなんで、うん開いたらよしなんで、えー、かわいい、見てください、これやばー、かわいい、かわいくないですかこれ、めっちゃかわいい、えー、かわいい、いいね、これ飾っとくのもいいかもね、確かに、こうこんな感じで飾ると思う、かわいい、かわいいですね、めっちゃかわいい、これやばいね、小学5年生からジルですかもらっちゃったからねいいね、すごいね。で、あともう一つあるんですね、もう一つ、これは炭治郎の、ま、炭治郎のシュシュですね。すごい、すごい、よく見つけた ね、 ね、あ、すごい、あ、なんかついてるよ、炭治郎のさ、うん、あのピアスのデザイン、すごい、あ、かわいいじゃん。かわいい、これ。え、かわいい。あの、髪の毛につけなくても、こう手につけててもいいしね。ちほちゃん、あの、ハッピーもあるし。ハッピーあるし。うん、ね。いいね。え、いいじゃん。え、かわいいです。ありがとうございます。ね。すごいすごい。すごいね。あと、お手紙いただきました。お手紙？はい。お、結構すごい。なんかでっかい。すごい、スヌーピーです。かわいい。この感じ、あ、かわいい、かわいいよね、めっちゃかわいい、フルトもスヌーピーがいて、うん、ピンセンにもスヌーピーがいて、かわいいよね、ありがとうございます、ありがとうございます、あとでじっくりね、はい、あとで見たいと思います、やばい、はい、というわけで、はい、こんな感じでした、嬉しいね、なんか ね、 ね、よかったね、ありがとうございます。自分じゃ買えないものをね、プレゼントしていただけるとやっぱし嬉しいね。やばいね。うん。なんか終始しほちゃんの携帯がここにあって、プレゼントみたいになってる。はい。はい。というわけで、はい、こちら以上になります。はい。はい。よかったね。よかったです。ありがとうございました。バッチシですね、センスが。バッチシですよ、本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、パパが帰ってきたようなので、この辺で。ご飯かな、ご飯かな。ご飯でね、はい、飲みしたいと思います。はい。多分、キュウリ10本買ってきてくれると思う。しほちゃん、誕生日にキュウリが食べたいと言いました。
10本以上買ってきてほしいと言いました。すごいことですね。私キュウリ最近ハマってて、ね、大好きだよね。キュウリは味噌につけてこうバリバリ食べるのが、バリバリ食べるのがすごい好きで、まあ、でもヘルシーだしいいよね、美味しいよね。美味しいよね、はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います、はい、はい、それではバイバーイ。やばくない？ありがとうございました。